本日のしくじり先生はこちらの方です。どうぞ。あれ、変な人来ちゃったよ。いいよ。近いな。近いですよ。見てあげて。俺も来る。一人ずつ。おお。いいな。早く始めてよ。長い長い。授業。ついてください。ついてください。何をしてるんですか。やばくないですか。大丈夫でございます。なんとこちらね、ちゃんとよ、曲流さないでよ、音楽流さないでよ、音楽流さないでよ、もう流さないでよ、そんな教科書。ちょっと大丈夫です、もうダメですよ、そんなないから。やめてよ。いやいやいや、ダメですよ。なんで破っちゃう。授業できなくなっちゃうから、気合でやっぱりついやっちゃうんです。音楽がかかったから。でも気にして破り方変えてるじゃない。絵面考えて、ま、ちゃんと読めるように。ちゃんと読めるようにしております。大丈夫でございます。できるんですか。それでいいんすね。あ、今なんて言いました。いや、それでできるんです。それでいい。おいおい、さあ言われてるよ。おい、ダメだ。それでできるんですかと言われてるよ。おい、さあ授業できるのかい、それともできないのかい。おい、どっちなんだい。できない。できないか。できるでお願いしたいわ。できるよ。なんで勝ったらいいか。できないか。じゃないよ。やってもらわないと。いつもちょっとね、やめてしまったらできないかもしれません。いや、できるでしょ。できますって。なんとかして。それ大丈夫です、ね、改めましてではございますが、本日の私、しくじり先生の中山きんに君です。拍手をください。変な人なんだ。講師でございますので、はい、ちょっと一枚やっぱりちゃんとジャケットできるものを羽織らせていただいてもいいですか。テレビですから。先生、曲流れるかもしれないよ。お待たせいたしました。しっかりとちゃんとやっぱ今日は講師でございますので、はいはい、この辺はちゃんとやらせていただきます。先生です。講師というか先生です。先生でございます、ね。はい、勝手に変えちゃった。まずはですね、皆さん、私のちょっとプロフィールの方を見ていただきたいと思います、はい、4ページの方をお開きください。40歳や、はい、私ね、もう40でございます。40歳なんです、はい、見えない。もうデビューしてもう20年ぐらい経ちましたんで。吉村くんも同期でございます。同期です。え、同期なんすか。はい、同期だよ。変な人しかいないの、同期って。やっぱり、ジタロ分かる。もう同期はそうそうたるメンバーでね、いろいろ、いらっしゃるんですけれども、さらにですね、まあ、私なんと芸能人サバイバルバトル前人未到の4連覇もしております。いや、それはすごかった。はい、ありがとうございます。黒木さんなんか見たことありますか、私のこと。ないです。なんか正直全然知らなくて。はい、はっきり言うね。そう、知らない人が目の前で教科書破ったんですよ。地獄の時間だったんですよ。ね、大変失礼いたしました。さあ、それでね、私2006年さらなる筋肉を求めて筋肉留学にアメリカへ行きました。筋肉留学ね、はい、筋肉の聖地と呼ばれる、まあ、ロサンゼルスですね、はい、私筋肉留学に旅立ちました。筋肉の聖地。そしてこういう状況になりました。次のページです。やめて。うわ、ちっちゃくなっちゃった。すごい。めっちゃちっちゃくなってる。顔つきが違うよね。全然違います。目つきがうつろじゃないだ。そうなんですよ。胸もめっちゃちっちゃいな。体重も減っちゃってる。私過去最高に痩せております。筋肉留学なのね。筋肉留学で、つまりですね、私は筋肉留学したのにちっちゃくなって帰ってきた先生なんです。クソ授業だ。何それ。そこから何を学ぶ我々。やっぱ
筋肉がね、ちっちゃくならないように。私はちょっと筋肉留学という感じですけれども、まあ、留学という括りではもう芸能人の皆さんでも行かれる方多いですし、うん、今は ね、で学生の方で行かれる方も多いですし、うん、でそこでどうしくじったかを見ていただいて学んでいただきたいなと思います、うん、留学全体これは貴重な授業だね、はい、いや貴重じゃないよ、いや絶対他の先生がドタキャンして急遽だよこれ多分とんでもない半年温めてます嘘だよ皆さんも一度は海外留学考えたことありませんか？実は海外留学者数はここ10年右肩上がり、2017年には年間10万人を超え、なんと8年前のおよそ3倍に。しかしそこにはしくじりにつながる数々の落とし穴が。まずは筋肉先生の留学前のしくじり行動から気をつけるポイントを学んでいきましょう。まずね、私はもう学生時代から、まあ、トレーニング始めた頃から、うん、こうなりたいなというのがあったんですよ、はい、それが次のページでございます。アーノルド・シュワルツネッガーでございます。シュワちゃん、もう皆さんご存知ですよね。もちろん知ってます。知ってますか、うん、これ正式な発音とか分かります？アーノルド・シュワルツネッガー、それは全然通じないですね。向こうではダメ。僕はもう実際にやっぱり本場に住んでましたんで、うん、ちょっとまずじゃあこういうのも教えていきましょうか。正式な発音めっちゃ動かない、いいですか？いきますよ。アーノルド・シュワルツェネーガル。いい加減しろよ。いやもう、これもういいですね。なんで緊張しなきゃいけなかったの？持ちネタちりばめた教科書。まあもうね、とにかくね、私憧れました、はいはい、そこで私の海外の憧れポイントをまとめました、うん、ターミネーター、ボディービル、外国人女性でございます。はい、ターミネーターとボディービルは分かるんですけど、す、ね、外国人女性が好きになったんですか？20代前半の頃はもう外国人の方がよく行くバーとかに行ってちょっと出会いを求めたりしてました。でこういうのね、あの皆さんの周りにもいらっしゃると思うんですよ、海外に憧れてる方、うん、まあ今います、まあ、はい、そういう方をですね、私俗にこう呼ばせていただきます、はい、次のページをご覧ください。海外憧れかぶれでございます。妖怪妖怪憧れかぶれ、海外海外海外憧れかぶれは別に普通の別に何も起きてないですけど、あの長尺弱いからもう多分限界来てるから。なんかいますよね、周りにいろんな、まあ海外に限らず、うん、ちょっといろんなものに憧れてしまって自分調子に乗ってるというか、ね、映画を撮ったことないのにカット割りが弱いと編集に口出ししちゃう人、ね、コピーバンドしかやったことないのにメロディーラインがいいと曲作りについて語っちゃうストリートミュージシャン、これいるわ、ね、芸人じゃないのにそこはかぶせやろうとダメ出ししちゃう大学生で、栃木出身なのに自分誰やねんと関西弁を使う吉本社員と、急に誰のこと言ってる、具体的にいるね、そんな人いるんですか、はい、いやいますけど、いるんですか、いるけど、なんでここだけこんな特定しちゃう、特定されてる、これはね、あのゴミブチさんでございますさんまさんのマネージャーね、そう、もっとチーフなんですか、いらっしゃいますから、はい、そういう方ね、みちょぱさんの周りにもこういうちょっと何かに憧れてるみたいな人いませんか？それこそ海外に憧れてて、うん、もうあの外人としか付き合えないからとか言いますね、そう、はい、ちょっと留学行って帰ってきたら英語の部分だけめちゃくちゃ発音いいよマジで腹立つ、まさにだ、あれ本当腹立つ、ね、なんかシャチホコさんも何か憧れてるものとかありますでしょうか？やっぱりアポロシアターもうやめてくれよね、アッコさんやめてくれ、もうめんどくさいんだよピン芸人2人めんどくさいんだよ。なんか黒木さんもございますか？あります、私もやっぱり海外留学行きたいと思ってたので。ああそうですか、はい、でも本当楽しそうだなっていう考えです。まず卒業ね、どこの国行きたかな、ちょっとニューヨークに行きたいな、なるほどね、やっぱりだわ、もうなんか綾部とか、なんか村本直美とか、はい、この学歴に自信がない人がすぐニューヨークに来るから、そうですね、なんかあるのよねこれ、はい、やっぱそうか、バカだから行きたいんですそうか、まあ、私の場合はですね、アーノルド・シュワルツネッガーになるために筋肉をねとにかく鍛えまくります、はい、で20歳でですね筋肉芸人とデビューして、私ねすぐさまね絶叫、あ間違えたやめよう、絶叫だよ、早めのギブアップじゃん、ちょっと待ってください、やめよう、いやいや落ち着いて落ち着いて、無理だって、ちょっと間違えました、進まない
私ですね、なんと20歳で筋肉芸人になりまして、もうすぐにね絶頂を迎えます。絶頂、絶頂、はい、それが次のページでございます。うわ、貯金3000万円すごいなこれ。早い。え、20歳で、だから20歳でデビューして、もうこれ筋肉留学に行くまでなんで、もう6年でですよ。すごい、めちゃくちゃすごい。大阪でここまで行くのすごいですよ。デビューしてね、もう2ヶ月でレギュラーが決まったり、もう年間賞金だけでも1000万円いったりしました。年間すごい、はい、プロもアスリートみたいな。プロだね。そうなんですよ。車もね年2、3台もらっておりました。商品、やっぱりもうスポーツ番組で優勝するとその当時の商品はもう車だったんですよ。いい時代。今もうそんな番組ないですよね。なかなかないです。まあ、マックス月収が600万いったり、600万。ちなみに今はいくらですか。マックス月収、はい、マックス月収、今マックス月収は600でしょ。600でしょ。超えてないんで600のままです。今の月収、うん、先月で、マジな話80万円ぐらいですね。思ったよりもらってた。そう思いました。80万とか言うな。今日もマジな話ですから。マジすぎて見送っちゃったよもう。いや本当にもう、まあ、そんなですね絶頂をね極めておりました私ですが、なんと2005年に突然ですね、まあ、留学を宣言するわけなんですけれども、うん、その理由はある筋肉芸人がちょっと出てきたっていうのがあるんです。誰次のページでございます。HG さんでございます。こっち見てた。いや私もです。こっちは認識してる。それ前なんかちょっとスポーツ番組企画とか、なんかスポーツのイベントとか呼んでもらってたんですけど、もうそれ全部、もう本当にもう見事に HG さんの方行きまして、だから僕あの当時なんか変な仕事しかないって言ったら変ですけど、もうトラックを引っ張るとかいうそういうイベントに呼ばれてました。本当に村おこしみたいなイベントですよ。おじいちゃんおばあちゃんがいて20人ぐらいで、僕がもう紹介されてトラックを引っ張るんですよ、わーっつって。でおじいちゃんおばあちゃんなんで、もちろん僕のことあんま知らずに中山さんですみたいな紹介されて、でもうやや滑りで、で悲しいのが、一番悲しかったのが、その引っ張ってきて全然盛り上がらなかった軽トラックに乗って送ってもらったりとか。送迎車、送迎車。そこでですね、僕はこんな考えになりました。次のページでございます。この動画の続きはアベマで。最新作は無料。さらにアベマプレミアムに入ると過去の作品も見放題。まずはこちらをクリック。